皆さんこんにちは。今回もデリバード縛り、やっていきますよ。前回のパートで、ヤバそうな奴との戦闘以外は、何も盛り上がる要素がないのが分かったので、そういう戦闘は、すべてカットしたいと思います。ということで、ボレトス戦からです。さて、このボレトス戦ですが、コメントでも書かれていましたが、私もそれしか勝つ方法がないと思っている方法で、戦っていきたいと思います。とにかくひたすら、空を飛ぶを連打したいと思います。初戦守るの PP は10なので、守るが切れるまで空を飛ぶを連打し、途中のどこかで爆発することを祈り、それがダメだった場合は、殴って爆発しないように祈りたいと思います。対処法としては、非常に簡単ですね。PP が切れるまではまだ時間がありますので、少し雑談でもしたいと思います。私自身、未完を突破したあたりから感じていて、視聴者の方ももちろん感じていると思う、あまり言いたくない事実が一つあるんですよね。未完を突破したあたりから、動画が非常にグダグダしていると思います。私自身それをひしひしと感じていて、どうしたもんかといろいろと策を考えてはみたのですが、結局のところ、今後盛り上がるのはレッド戦だけだと思うので、そこでいい展開になってくれるように祈りたいと思います。ですので四天王戦については、見どころがない戦いは、全部カットしています。ご了承ください。私は早く、蜂が最強だと証明したいのです。蜂縛りについては、完全初見でピカブイを楽しみながらやりたいと思っています。ピカブイの動画すら、モコ戦の対戦動画くらいしか見てない状態です。あと、今の更新頻度でやるのはどうかと思うので、ある程度取りだめて、週1更新にしたいと思います。とまあ、雑談はこれくらいにしておきますかね。なぜだかわかりませんが、守るの周期がずれて、ダメージが通っていますね。ダメージ。耐えれるやんけ。さすがサイヤサちゃんだ。今日に完全にしてやられたと思っていましたが、ギリギリのところで、踏ん張ってくれましたね。これはもう、四天王を突破したと言ってもいいだろう。ふふふ。さて、気持ちよくあれを突破したところで、お次の鬼門は、イワークですね。初戦攻撃力ポッポなので、苦戦することはないと思いますが、一応4倍弱点の相手ですので、どの程度食らうか、見ておきたいと思います。なるほどね。本当は4倍弱点で確定3発かよ、という感じで笑いたいのですが、砂嵐のせいで、完全に確定2発になってるんですよね。確定2発の相手に対して、私ができる行動は、急所に当たらないように祈りつつ、PP が切れるまで耐え忍ぶことだけです。ポッポごときに負けてたら、シャレにならないですからね。よしよし、砂嵐が収まったので、これで殴る隙ができましたね。少しずつ削っていきましょう。この瞬間、非常にテンパりました。どうやら確定3発ではなく、乱数2発だったようです。タイミングが悪い時に高乱数を引いていたら、ポッポにやられてましたね。ここで仕留めないのは、
次の怪力移転が心配だからです。空を飛ぶで確定一発であれば、HP が少しでもいいのですが、その保証はどこにもないので、可能な限り万全の状態で怪力移転に挑みたいと思います。岩雪崩が切れて、ほぼ万全の状態になったので、岩アクを突破したいと思います。怪力を空を飛ぶで倒せればいいですが、もし万が一耐えられたら、岩アク以上の威力の岩雪崩が、飛んできますからね。よかったよかった。怪力移転については、いらぬ心配でしたね。ということで、芝突破です。さあお次は、かりん戦ですね。ここについては、疑問がいくつかあります。まずは1匹目の、ブラッキーですね。攻撃力は大したことないのですが、怪しい光で混乱をまかれるというのと、砂かけで命中を下げてくるというのが、一匹縛りにおいて非常に厄介な相手となっています。ブラッキー戦で長居をしてもろくなことがないので、さっさとやっつけてしまいたいと思います。やっぱり受けるダメージは、全然大したことないですね。砂かけをされないように祈りつつ、戦っていきましょう。砂かけをされてしまいましたね。不安材料ができてしまいました。でもまあ、HP はまあまあ残っているので、ヘルガーもきっと勝てるでしょうね。4倍弱点の技を受けても、HP が半分減るかどうかでしたからね。サイヤサちゃんと、4倍弱点の威力を信じろ。ここは外しが怖いので、命中安定の恩返しで殴ります。まあきっと、ヘルガーくらいなら落とせるやろ。あらま、微妙に残っちゃいましたね。返しの攻撃で火炎放射が飛んできますが、こんなもんでやられてたら、さすがにおかしいですからね。4倍弱点ですら。これはね、本当に言い訳させてくれ。これは完全に、岩アクが悪い。岩なだれというそこそこ高火力の技を、タイプ1で4倍弱点で打った火力を見れば、普通耐えられると思うやろ。私のプレイングではなく、岩アクの火力に文句を言ってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。